こや。はい、これ矢塚古墳でございます。ちょうど逆になってますからね。風が強いからやかましいやろな。これあれ、これもそうか。前方後円墳、真ん中みかん植えてあるわ。前方後円墳、小ぶりやけど前方後円墳かね。全然入れそうじゃないよ、ここね。入れるやろな。ほら、墳丘が見えますよ、ここから。こういえば竹いっぱいやね。ほんまに竹山、ここが周囲地かね。防犯カメラ、サバウチよ。私有地、ゴミは絶対に捨てないでください。こんなやぶになってたらゴミ掘るやろ、みんな。あ、こや。矢塚君。あ、やっぱ前方後円墳。あ、全然違う方向か。今どこおんの。全然こっちや。こうなってんやて。なんやね。今こうおるわけやから、こうやな、こうやな。ないやわ。あるのは、後円墳だけやわ。93メートル以上あったぜ。大きかったんだろうけどね。あの図から言ったらな、こちらの方にね、墳丘があるんだけど。ちょっと破壊されてますからね。残念でございました。ちょっと下はやめとくか。ゴミだらけや。これ民間で持っても車内あるけどね、こんなん。どうなんでしょうかね。どこも買ってくれないのかね。ヒノキを植えてあるし、ヒノキをいっぱい植えてあるしね。ほんでやっぱり竹がほら、間から竹出てきてるから、あれね、竹がいっぱい、またこの辺竹もんのすごい。どこ行っても竹やぶになってるね。竹やぶになるとヒノキのもの全部枯らすからね。あの根で枯らす言ってたね。あ、やっぱり竹やぶ。こっちはちょっと回るなんだね。ずいぶん西川ずーっと歩かないかんからね。もうやめときましょうか。逆光になるし、反対はね。この図でいったらどうやろうね。やっぱおかしいんか。斜めになってねえな。イメージが斜めになってね、三席。ちょっと短いんですね。前方部が短いんですわ。私有地でございますか。はい。なんとかしなはれ。これ竹切ってよ。竹切らんとヒノキも全部枯れますね。これちょうどね、後円墳のちょうど 真後ろなんでな。
はい、次はもう一箇所行きましょう。はいはい、ありがとうございました。ちょうどね、今日は西日でね、今でしたね。はい、矢塚幸運でございました。